どんちです。皆さんお待たせしました。カラーのですね、19年春夏、ファーストデリバリー、が当店ハウデにもやってまいりました。立ち上がりでございます。で、ですね、今回もある程度のボリューム入ってきて、まあ、やろうと思えばね、一本の動画に全部まとめることはできるんだが、まあ、でもちょっと僕も喋りたいし、じっくりやりたいんで、二つのパートに分けさせてください。うん、じゃないと、ちょっと一本でやるには、できなくはないけど、結構オーバーな、結構四五十分いっちまうんじゃねえかっていう感じなので、ちょっと二つに分けさせていただきます。今回のパートは、一応ですね、セットアップと、ショーツですね。ショーツ一型二色みたいな。いうような構成でやらせていただこうかなというふうに思います。で、もう一つのパートは、カットソー。カットソー類と、あとはですね、カラー入門のパンツというか、まあもう、カラー初めてですかっていう方にはもうこれですっていうような、テーパードの、テーパーのパンツと、あと靴ですね。こちらをご紹介する回に、二つ、二本立てでちょっとお送りしたいなというふうに思っておりますんで、ぜひぜひ概要欄の方からですね、二つもう一個のパートの方も見てください。そっちも非常におすすめです。なんでこっちの方がちょっとね、デザインというかコレクションっぽい感じの雰囲気かなと思います。はい。で、まあ、立ち上がりなんでね、ちょっとま、最初に19年 SS どんなシーズンかということで、まあ、ルックブックも届きましたので、ペラペラペラと、ま、こうね、流し見していただきて、まあ、なんとなくイメージしていただければなと思うんですけど、まあ、今期もですね、結構、ごたごた感みたいなものが、多いですね、ルックでは。そういう、ショップ、アイテムの、ピースが多くて、ただその中にも、まあ、そういうごたごたの中にも、ちょっとスポーツかけるトラットだったり、ちょっとこう、トラディショナルな感じのシックな、アイテム、まあ、を、まあ、どっち、まあ、アウトドアっぽくさせるのか、アウトドアをこう、ちょっと、トラットの方に持ってくるのか、みたいな。そこの掛け算、ミックスみたいなものが、まあ、今回も結構面白くてですね、素材だったり、パターンだったり、まあ、ほんといろんなものが、まあ、こう、集合体として集まってきて、るような、なんか、そういうコレクションですかね。はい。なので、また、まあ、素材もそうですけども、非常に面白い、楽しいコレクションかな、というふうに思っております。はい。そんな感じですね。では、まあ、ちょっと全体感をご紹介しますとね。まず、セットアップですね。これ。これね、来ますけど、後で超かっこいいんで。これがですね、スリーレイヤーみたいな素材なんですよね。ちょっとまあ後でもお話しますけども、ちょっとギアっぽいじゃないですか。ギアっぽいね。ちょっとこう、レジャー感あるというか、こう山に着ていくような感じのものをセットアップとして、落とし込むと。それと同じ素材のショーツですね。このショーツもかっこいいんですよ。このショーツめっちゃかっこいい。ね、足目なんですよね。こっちと、こっち。そして、後ろも。はい。まあ、結構ね、今季は全体的にパーツが多いですね。パーツ、こういう、ジップとかのも含めてパーツが多い。と、これ新型のショーツです。新型のショーツですね。一型二色です。まあ、ちょっと後で履いてお見せしますけどもね、これも、まあ、何が新型かというと、まあ、まず形もね、新型なんですよね。どこが新しいかと申しますと、まあ、ちょっと今この物撮りの段階でお見せしてしまいますけども、はい。後ろにベルトがついてるんですね。ほら。後ろでキューッと絞れるみたいな。普通前じゃないですか。前じゃなくて後ろにベルトがついてる。いうのが、まずこれ新しい形というのと、あと素材。素材がね、これめっちゃ面白いんですよ。おそらくが絶対ですね、皆さんは触ったことがないと思います。なぜならこれはカラーの新素材だからです。多分これ新素材。確か新素材ですね。今までこういうのは出してきてなかったと思います。はい。これがね、ちょっとこう。こんな、ちょっと伝えんの難しいんだけども、まあ、頑張って後でも伝えます。すごい面白い素材で、しかもめちゃくちゃストレッチが効くという。なかなか、もうこれは、これこそ本当カラーでしか買えない、カラーでしか作れないような、まあ、オンリーワンのアイテムかなというふうに思っておりますね。はい。はい、そんな感じでですね、早速、セットアップから着ていこうと思います。これやべえぞ。最初に言ってきますわ。上下、僕サイズ1です。サイズ1で。上が86,000円。税抜きですね。はい。パンツが、46,000円でございます。はい。やべえな、これ。バカかっけえぞ、これ。
よし、トップスから行くか、トップスからね。さっきも言ったんですけど、ちょっとギアっぽい仕様でございます。はい。で、ちょっと3レイヤーの、なんていうかな、ジャケットで山に来ていくような感じのね、それマウンパまで行かないですけど、まあそういうような仕様ですよ。まあこういうね、ジップとかもさ、よくあるじゃないですか、ギアって。斜めにこう入ってるみたいな。ね。あとは、こういうね、こういうところもちょっとこうスポーツというかね、アウトドアっぽい感じのね、ジップを使ってますと。あとは袖ですね。見てください、これ。袖も、こうやってマジックで、できるようになってるんですよね。と、あとは、ここですね。ここにもアクションプリーツが仕込まれていて。もう、後ろから見てください、これ。後ろから見たらもう完全にさ、ブルゾンにしか見えないわけですよ。ね。前から見ると、やっぱこのね、襟とかがちょっとジャケットライクな感じに落とし込まれてて。これね、なんとも言えないですね。難しい表現が。まあ確かに、テイラードジャケットって言えるのかどうかみたいな。結構そこのね、あの間を結構せめぎ合ってるようなアイテムでございます。で、内側の、ほら、生地とか見てください、これ。もう完全3レイヤーの生地じゃないですか、これ。ね。で、素材はウール50のポリ50ですね。でね、この、どう?メッシュも良くない?これ。めっちゃいいじゃん。だからね、これね、結構形容しがたいんだけども、だからね、ギアっていうか、そう、アウトドアウェアを限りなく綺麗に仕上げたっていう感じな気がします。僕の感覚からすると、フィジカもそうだし。だからこう、動いた時とかに、ちょっとこういう、わかるかな?こういう音がするんですよ。生地も、すごい、特殊ですね。ちょっと張り感がある、生地で。立体感が出ます。で、袖が太いですね、これは。やっぱ袖口まで結構太いんですよ。普通ね、テイラーのジャケットとかだと、シューッと細くなってくるんですけど、これはやっぱここで、こうキュッと絞られるんで、あえてここ太くなってますね。これも新型じゃないかな。超かっけえわ、これ。バカかっけえ。ごめん、成人式に、着たいもん着てけと、俺に聞くなと言って、あの時はああやって強く言ったかもしれないけども、ごめん、これを着てってくれ。超かっけえ。これバカかっけえよ、やばい。うん、これね、今期で言うと僕一番一押しのセットアップでございます。もしセットアップお求めの方、これですね。今期で言えば、まあ私の一押しでございます、これ。超かっけえ、これね、なんとも言えないんですよね、雰囲気的に。もうなんで、ただのね、綺麗なジャケットとセットアップ、なんかそういうのじゃないものが欲しい方は、これめっちゃいいですよ。で、パンツ行きましょうか。パンツも、これはどちらかというと、シルエット的にはね、テーパードでございますね。はい。テーパードでね、まあ、シューッと、ワンタックでシューッとなってる。で、ここですね、裾のところにマジックで、これもまあ、ここの袖と一緒ですね。ちょっとこう、キュッと、裾も絞れるようになってます。まあ、絞らなくても、これはね、十分テーパードかかってるんで、まあ、デザインかなというふうに思います。まあ、絞ってもいいんですけどね。そんな感じです。パンツはね、まあ、割かしシンプルかな。カラーの今までの、まあ、テーパードの形に、裾がこういう形。いや、これはぜひセットアップで、こんなんねえから、マジで。これはギアの最上品ですね。最上級上品。いや、かっこいいね、こんなの。こんなん着てたらね、超かっこいいな。あとね、この袖の辺のパターンもね、結構特殊で、面白いんですよ。もうこれ完全にジャケットのパターンではないんですよね。ここに縫い目がなくて。はい。いやー、かっちょいい。こうするか。ジャケットの説明、腹。ね、肩のところに縫い目がないでしょ。脇に縫い目があるんですね。はい。さあ、ほんとウェアみたい。でも、なんかここのラインがあるからさ、全然、ジャケットなんですよ。
いやこれはないだなかなか本当カラーでしか買えないかなというふうに思います。でちょっとごめんなさい、後で靴はお見せしますけども、今季こういう靴も入荷してるんですね。こういうのこれ足元合わせたらもうバキッバキでも超やばくない、これこれは超かっこいい。あ、まあ後で詳しく紹介しますけども、こういうねちょっとこうクラフト感 DIY 感あるクレイジーパターンの靴を足元ポンなんて持ってきたらもうこれはやばいね。まあ革靴でもいいんだけどね、うん、でもこの雰囲気わかるかな。でも色もいいでしょ、上品なねライトグレー。こうやって見るとねパッと見本当にウールっぽいじゃないですか。ウールの生地なんですけどもね、実は3レイヤーの生地という、スリレアっぽい、ギアっぽい感じっていうね。超面白い。いやー、かっこいいな、これ。これはめっちゃいい。これはやばいな。さっきも言ったように、このちょっとトラッドに落とし込むというかね、なんかそういう雰囲気を漂わせるというか、はい、非常にいいと思います。バランス感が素晴らしい。これ、今季一押しのあのセットアップですんで、はい。セットアップはそんな感じでございます。はい、じゃあ次ちょっとショーツを履いていきます。はい、ショーツです。先ほどの生地と同じ同素材のものでございます。はい、最初に言っておきましょう、こちらもサイズ1でですね、お値段4万円でございます。はい、どうでしょう。まあ、このショーツの形自体はねカラーらしいかなというふうに思います。ちょっと太めで短めって、また下も短めっていうような感じの、シルエットで、まあ、カラーのショーツはこういうのが多いですね、やっぱり。うん。腰回りとか、このお尻回りもすごいゆったりです。で、先ほども申し上げた通り、これもアシンメトリーのデザインなんですよね。ほら。ポケットのところとか見てくださいね。こっちと、こっちと。またちょっと違うわけですよ。はい。ここは先ほどのジャケットのあの3レイヤーの感じの、こことちょっと似てますね。ここのラインと。はい。で、後ろに続くと。で、ここがコンシールファスナーですね。いや、ないっすか。こんなショーツないからね。普通に考えて。で、腰紐です。紐入ってます。まぁ、あ、ちょっとね、ウエストゴムが入ってるんで、まぁ、あ、フィット感もさることながら、まぁ、あ、腰紐入ってるんで、まぁ、あ、ある程度調節は効くかなというふうに思います。まあ、何よりね、こう着用感がいいですね。この3レイヤーのサラッとした感じ、サラッとした感じと、うん、特殊な張りがめちゃくちゃある生地なんで、今までおそらく皆さんが目にしてきた、そして履いてきたショーツとは一味も二味も違う、そういったものかなというふうに思います。これもこれだけですげえ存在がありますね。ショーツはショーツだけで、まあ、これジャケットと合わせてもいいと思うんですけど、夏場なんでね、まあ、シンプルな T シャツとかカットソーとかと合わせても、まあ、これが効いてるんで、いやー、かっこいいぞ、これは。めちゃくちゃええぞ、これは。はい。かといってね、まあ、なんかデザインが効きすぎて、履けないかと。なんかそういうレベルでもないし、ほんとそのバランス感が素晴らしいですね。ちょっとね、パンツすでにお持ちの方とか、次ショーツ挑戦してほしいなと僕は思ってます。カラーのショーツも。すごいいいし、すごい凝ってるし。おすすめしますんで。はい、あ。こういうね、こういうとこ、コンシールファスナーがね、やっぱね、いやらしいですよね。はい、そんな感じで、ショーツでございましたね。はい。じゃあ最後ですね。こちらの。新素材の、新型パンツを履いていこうと思います。はい、履いてみました。どうでしょう。これはさらに先ほどのものよりもボリューミーなショーツですね。最初に言いましょう。サイズ1でございます、こちらも。で、お値段4万5千円でございます、ね。はい。先ほどよりも、はい、結構やっぱりここの裾というか、幅がワイドな感じですね。ボリューミーなショーツでございます。タックも、1、2、2個入ってます。2タックでパーンと、ボワンと、ちょっと膨らみのあるところを、こう、膝上とかでカーンと切ってるっていうような、そういうようなショーツですね。
でね、やっぱちょっと後ろをね、後ろが一番特徴的なので、ここをちょっと詳しくお見せしたいんですよね。前側は、はい、このような感じです。ツータックの。で、まぁ、ちょっとここの腰のね、ここが太めですね。はい。で、後ろにベルトがついてて、ゴムも入ってます、ここに。ウエスト、ここですね。後ろにゴムも入ってます。わかるかな？はい。で、後ろにベルトがついてるんですよね。なので、後ろでキューッとこう絞っていただけるっていうような感じですね。こうやって、キューッと。こういう感じで。で、まあ、絞ってね、垂らすのを、まあ、ちょっとこう、ループで、ベルトループに通していただいて。シュッと。シュッと。まあ、こういう感じで。後ろの方にベルトが垂らんと、垂れるような構造となっております。ねえ、こういうの好きなんですよね、僕。なんて言うかな、後ろにこう、仕込ませるとか、片っぽだけにね、体力健康度みたいにベルトつけるとか、カラーよくやるんですけどね。こういうの好きなんですよね、うん、はい、こういう構造ですね、はい、なんで前と後ろで結構ちょっと印象が違うかもしれないですね。面白い。で、肝心の生地ですね。 あとカーキの場合は裏がパープルのメッシュとなっておりますね。こういうとこも気が利いてんすよね。実際には見えないですよ。実際には見えることあんまないかもしれないですけど、中に、まあ、裏地としてね、メッシュ、パープルのメッシュです。こっちはグレーかな。グレーのメッシュが入っておりますね。はい。で、感じる生地ですね。素材です。これが、ですね、生地って言うと、ナイロン 83% のポリウレタン 17% っていう生地の組成なんですけどもね。これがね、めちゃくちゃ面白いんですよ。ちょっと和紙みたいでしょ。パッと見和紙みたいな、ちょっと表面にね、ちょっとシワがあるような、そういうような素材感なんですけども、これがですね、すごいストレッチ効いてるんですよ。めっちゃ伸びるの、これが。ビヨン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 、すごいストレッチが効いてて、なんじゃこれはと。なんかね、触った感じはちょっとサラッとした、本当に紙みたいな感じです。うん、和紙みたいな、そういったような質感なんだけども、こう触ってみて、こう伸ばしてみると、ビヨンって伸びるっていう、すごい不思議な感じがしてですね。まあ本当カラーらしいというか、カラーオリジナルですね、これは。他のブランドでは絶対、出せません。出してません。うん。出そうともしないんじゃないかなというか、うん。出せないと思いますね。こういう発想がないと思います、アイディアが。それくらいやっぱね、こう、今季の中でも素材っていう面で言うとすごい特徴的な素材で、なんかね、夏とかいいと思うんすよね、こういうの。やっぱサラッとしてて。で、なおかつ化学繊維なんで、うん。いいじゃないですかね。サラッと履けて、うん、で、中メッシュだし。非常に、夏にサラッと履いて。軽いしね。めちゃくちゃ軽いんで、これは今季の中でもすごい面白い。素材感かなと思います。すごいねボリュームが、はい。まあなんかこっちのショーツともまたちょっと違う雰囲気で、こっちの方がもうちょっとパキッと綺麗な感じですよね、うん。まあいいんじゃないでしょうか。Tシャツとかでもいいし、オープンカラーシャツとか、夏とかいいと思います。すごい伸びて履き心地も抜群ですね。はい、そんな感じでございまして、以上で、まあ、セットアップと、こちらのショーツ、2型3色、はい、ご紹介終わりました。いいっすね。はい、ショーツはまだちょっと皆さん気が早いかもしれませんけども、まあ、そんなことはないです。そんなことはないです。はい。もう、どんどん先取っていきましょうと、いうことでございます。はい、また概要欄にですね、詳細の方、リンクから飛べますんで、ぜひ見ていただいて、基本的に再入荷の方ございませんので、ご了承いただければなと思います。はい、ぜひぜひぜひともおすすめでございます。ではまた。